最近学歴フィルターというのが話題になっていますよね。まあ社会の暗黙の了解みたいになっていると思うんですけれども、マイナビがやらかして問題になっています。就職情報会社マイナビがタイトルに大東亜以下と記したメールを就職活動中の大学生に送信していたことが分かった。大東亜は入試難易度が近い首都圏の私立大学群をまとめて指す言葉で、本文がインターンシップの募集に関する内容だったことから、インターネット上では企業側が大学名で学生の歳費などを決める学歴フィルターではとの批判が上がった。広報担当者はメールの送信前に複数の社員でチェックする作業を怠ったのが原因、当社が大学名で差をつけて情報提供している事実はないと説明。差をつけて情報提供はしていないと、いわば学歴フィルターやってないよという否定なんですけど、まあ普通に考えるとあるんじゃないですかね。開き直ると批判されるから言わないだけなんじゃないでしょうか。やはり企業側もある程度最初の段階で人数絞っとかないと、まあ難しいですからね。そう考えるとフィルターをかけてっていうのも、まあわかるんですよ。もちろん人間というのは学歴だけで判断できるものではありません。学歴が優れているからといって優れた仕事ができるのかっていうのはまた別問題ですからね。ただある程度の大学に通った人っていうのはまず受験でふるいにかけられているでしょう。そして大学に進んでそこでも勉学に励んでいるというのはやっぱり評価されて叱るべきですよ。そこに優位性がないのだとしたら、何のために多大な時間とすごいお金をかけて行ってるのかっていうね。一方でフィルターを意識しすぎると、一部の人は学歴ゆえに、まあ人を見下すようになるんじゃないかなとも思うんですよ。というか学歴フィルターっていうのは、まあそれを助長しているとも言えます。そういう、だから一部のね、あのフィルター大好き、学歴マウント大好きな人からすると、僕なんかは下等生物でしょうね。何しろ僕は高卒ですから。だからどこの大学かっていう、その差以前の問題なんですよ。で僕の場合、高卒だからどこどこの就職試験受けられないとか、まあ、そのインターンできないとかいうことに対しておかしいとも思わないんですよね。それは企業側の都合もあるでしょうし、まあ僕は僕でね、その経歴って自分の都合というか自分の責任じゃないですか。だからもしそういうケースに出くわしたとしたら、恨むべきっていうのは社会じゃなくて自分なんですよね。人によっては家庭の事情で大学に行くことができなかったなんていう方もいると思うんですけども、僕の場合はそういうわけではなかったし、いろいろ問題もはらんでいるんですが、学歴フィルター自体がおかしいっていうよりは、それ前提で動くしかないと思うんですよね。学歴的にそこまで優れているわけではなくても、やはり人間力でいい企業に就職するっていうのもあるわけじゃないですか。そして日本の場合、自由な社会ですから、まあ何ていうか、生き方に制約ってそんなないわけですよね、法を犯さない限りは。だから就職しなくてもいいんですよね。就職以外のその収入を得る手段っていうのもいろいろあるし、何かスキルを持っている人はそれで食っていくということもできるでしょうし、そういうスキルと、まあ企業だったりとか、そういうなんか仕事をお願いしたい人とをつなぐサービスっていうのも盛んになってきましたよ。まあなんかね、偉そうなこと言ってますけども、僕の場合は単純にたまたまラッキーだったというのはめちゃくちゃ思います。僕なんかこの YouTube とかニコニコがなかったら、あの達郎さんという方がやっているあるあるのやべえフリーターみたいになっていたかもしれませんからね。というかなってたと思う。学歴フィルターってのはやっぱりあるものだと思うんですけど、まあ、やっぱりその中でも多様な意見を入れていくっていうのは重要だと思うんですよね。その風通しの良さというか、やっぱり経歴違うと経験も違うわけじゃないですか。だからその別の新しい風を入れる、特にそれね、政治の世界とか必要だと思うんですよ。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。